姉さん、大変な時なのにどうして連絡くれないの。王宮みたいだな。こっちか。ん？どうしてヒメラギが。あ先輩がいやらしいのは分かっていたこと。だから事故だって言ってるだろ。ノックもしないで入ってきて何が事故よ。だいたい今日の朝ユキナちゃんが家に来るって言っておいたでしょ。ご存知の通り、管理人さんは優しくて心が広いじゃないですか。つまり会長も広い心を持てばおっぱいが大きくなるんです。あは。みんな元気にしてるかな。ああもうびしょ濡れ。だから私が車を呼ぶって言ったのに。だってすぐやむと思ったんだもん。大丈夫ハテナ。うん、ありがとう。なんかかわいそう。おはようございます。すみません、お見苦しい姿で。すぐに着替えますから。なかなかいい体。おサグーさんのバカ。ハテナ寒そうにしてたし、すぐお風呂に入りたいよね。さっきの失敗取り返さないと。よし、こんなもんだな。ハテナ、あんたお風呂にまでそのマフラー持ち込む気なの？もちろんよ、ここ身に取られたら大変だもの。あ、え、マコトくん？